方はね、なんで書かないのかみたいに言われてるほどの原因について説明したいと思います。で、日本語で、難しかったね。英語難しいから日本語で言って、まず大きな理由としてはもうしょうもないからっていうこと、これが一つ。二つ目はまあ面倒くさいからなんだよね。もう別に特に、ね、そんな頑張ってやってるわけじゃないから、やっぱ面倒くさいんだ。で、これまず3つに分けて説明したいと思うんだけど、まあ、シャーペン、それからボールペン、あの万年筆、こう3つに分けて説明したいと思うね。で、それぞれ原因がちょっと違ってて、万年筆はとにかくまず面倒くさい。これはあのインク入れてね、そのままにしておくと乾いちゃったり、その固まっちゃったりして、まあ、次使うとき面倒くさいから1回1回清掃しなきゃいけないんだけど、それ全部のやつにやってると、もうそんなもん時間いくらあっても足りないんで、もう数日がかりでも足りないぐらいだから、それはちょっとできないと。2つ目にはそのボールペンなんだけど、このボールペンはある程度芯が限られてるのね。だからどのボールペンでもある程度知ってるような芯にしかならないんだよ。だからやってない。例えばパーカーとかね、クロスとか、そういう規格の芯があるわけだけども、まあ、要するにそういう風に限られてるね。まあ、国内だと三菱のやつとか、まあ、ゼブラのやつとかあって、まあ、それぞれ互換性があったりするわけだけども、まあそれにしたってやっぱ限られてる。だからやってない。で、3つ目にシャーペンなんだけど、これもね、ボールペンと似たような理由で、これは明らかに芯の問題が大きいから、それでやってない、うん。どういうことかっていうと、シャーペンっていうのは芯に依存するんだよね。と、シャーペン本体がいかに優秀でも芯がクソなら、やっぱクソになるんだよ。だから、シャーペンは悪くない。芯の問題。だから、書いてないと。こういうことです。本日はなんで書かないのかっていうことについて説明しました。以上になります。